です。お疲れ様です。ついに押し寄せてきたよ。何が押し寄せてきたんですか？あ、何が来たんですか？あこれですよ、弁護士からね、はい、書類が来て、はい、殺しだけで2つ来ました。何の書類ですか？言ったわよさっき。そうそう、言ってないか。言ってないです。あのね、結局何って言うと、はい、破産宣告。破産宣告、まあ会社名とか言っちゃうともあれだであれだけど、はい、〇〇建設こと〇〇から依頼を受け債務整理の任に当たることになりましたのでご通知申し上げますと、はい、つきまして上記依頼者と記者との間の債権債務について調査しておりますので2週間以内に同封の回答書および契約書着用書請求書などの写しをご送付いただきますようお願い申し上げます。記者には大変ご迷惑をおかけいたしますがご協力いただくとともに本件についてお問い合わせは当職を宛てになされますようまた上記依頼者やその家族への連絡もしくは取り立てはされないようにお願い申し上げまする。なんでやねんお前、ほんとにボケ出す、これまた別じゃない？あ、これ一緒だな。一緒の書類ですか？あ、委任通知書って言って、まあ、私が委任しましたよっていう弁護士の書類と、前略、当職は上記債務者から自己破産申し立てを受任しておりましたが、あ、この度事情により代理人を辞任することになりました、はい、あ、辞任の通知書だ。こっちの弁護士からこっちに変わったよってことだな。あ、そういうこと。あ、これ今、今日昨日来たやつじゃないもんね、書類が、決算時期だでこういう書類で、これ損金にしなあかんもんで、はい、これ金額がそう知れとるでいいんだけど、知れとるって言ったらなあ、こんな軽はずみな言葉で、これをこんだけ稼ぐのにどんだけ大変かって、でもやってなかったらいいんだけどな。100万、もっとあるわ、これ70万とか結構あるじゃん。え、100万ぐらいだってちょっとような気がしたけどな。何件も入ってる。何件もやってる。足場工事だもんね。あ、残金は96万5800円。約100万円ですね。あ、約100万円です。100万円。これで1社だな。2社来てる今年。やっぱね、コロナの影響が大きいやん。僕も打撃を受けてるんですね、こうやって。まあそうだよな、勝手もやられとんだよな。これ2社、1個は知れとる。10万円ぐらい。そうですね。いや、ほんで俺も、ここだけの話、はい、つい1年ぐらい前かな、それ動画にしてないけど、そんなことは、はい、一社、払えんと、それは払えんも困るよって言って、一番困るのはもう村、やっぱ結局、こういうのはきついからさ、はい、厳しいところから払うじゃん。そうですね。はい、そうだ、お前が借り取って、1万円、3人から借り取って、はい、毎日電話してくるやつには。先に払うだろう。そうですね、もううさいんでみたいな感じ。そうそうそう、すごい厳しいところは見せなかったなと思って一社俺行ったんだろう、はい、ちょうどコロナ始まってすぐっていうか、ちょっと経っとったよな、はい、うん、で、文句言って、もらわなあかんでな、はい、いや払えんじゃ困るよって、あなたも会社やっとんでしょって、でその人は逆にちゃんと月々10万円ずつ払って、はい、今も返済中って言ったらさっきちょうどジムに聞いたら、はい、うん、だからそういう人もおるんだよな。もう今全額は払えんけどちょっとずつでも払いますわっていう人もおりゃ、なんかすぐ弁護士入れて、いくらでやれるんか知らんけど、こんな弁護士の費用が30万から50万ぐらいとかいいよな。上限がそこの60ぐらいで、下が30ぐらいですか？いや俺もちょっと詳しくわからんけど、はい、そんなしてないじゃん俺は。まあしてえわ。こんなでけえもんな、100万150万って。でかいっすよね。でけえよ。一生懸命やってさ、ね、みんなでコツ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 やってね、ガソリンのこと、高速のこと、道具大事にしろって文句ぐじゅ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 言って、1年でいくら残るのって、そういう仕事やん。はい、もう血のにじむような努力が100万円なんか一気に飛ぶでね。そうじゃん、俺はだって人工商売だもんね、はい、そんな、なんか機械とかさ、ポーンって、なんかコンピューターとかさ、はい、なんかそういうもんじゃないじゃん。違いますね、毎日作業して、はい、それをもうキツキツでやって3日で終わるやつ、なんとか2日半で終わらせろって、1週間で終わるやつを5日で終わらせろって言って1日残すね。毎回そんな1割削れたら偉いけど、はい、なんで職人鍛えて鍛えて鍛えまくって、で1人区でもね2人区でもってでかいじゃん。でかいですね。民間だと大体足場塗装、足場で組原で5人と見ても、足場5人、シールが5人、
塗装が15人だとしたら25人だろ、はい、まあ、ちょっと多めに見てたろうけどこれは、はい、それだけの人間がやっぱかかるわけじゃん普通の一般住宅に、はい、その25人をやっぱ1人削ったら 4% か 4% ぐらいですね 4% だな、うん、4% をさって削るっていう世界じゃん、まあ、そんな感じですよ。まあたまったもんじゃないな。だからその分まあ決算に響くもんな。そうです。これもう丸々大損っていうか。そうだろう。だってお前5万円貸し友達に貸して帰ってこなかったらショックだろう。そうです。だろうな。まあ、うん、個人間で5万、会社で100万も結局お金はお金なんで。お金だよな。いや5万円は5万円だよ逆に。10万円は10万円だよ。100万円は100万円だよ。どこまで行ってもでかいよ。会社だもんでいいでしょとかいうレベル問題じゃないです。だって俺だって同じ金で買ってんだもん。じゃあ会社がでかいもんで iPhone がな一般の人が10万だけど俺が100万で買ってんだら話は別だけど、はい、iPhone はやっぱ1台は1台だろ、はい、まあ、10万円しいと思うけど我慢しろもんもあるわけじゃん。欲しいけどあまあ我慢しようって言って買うものもいっぱいあるわけでしょ、はい、3万円5万円のもの我慢しろのもあるわ俺も、はい、ポン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 物買ってるように見えるけど柿を我慢したいです柿柿何？課金はどうすか？課金はいいんだよお前。なんか俺も我慢しろよ。もっとその100万円分課金しとったら。そうですよね。三国無双になるよお前。無双転生になるだろう。三が一気に。なれちゃうだろ100万ゲームかけたら。そんな世界だよ。だからまあこうやって会社できんかったけど、まあ、あると思うよどの会社もね。まず新規と付き合うとまたこういうなんだわ。まあ、長いちょっとやったらええけど、はい、だから芝藩もこうやってね自分たちで仕事取っ て、まあ、痛い思いもしようと思う芝藩もね、はい、痛い思いっていうのは、まあ、あいつら金を払わしてないけど、はい、もちろんあいつらが自分たちで営業して自分でもまあ最初は何でも付き合っちゃうじゃん。ちょっとした紹介紹介でああいいよやるわって言ってやっぱバキュアのとこやるでこうやってなるんだわ。最終的に蓋を開けてみたらこんなんだったみたいな、うん、まあ払わんつもりがあったわけじゃないと思うんだよ、はい、ただどうしてももう限界だみたいな。そうそうそう、ね、まあ、自転車操業みたいなのだな。じゃあうちの仕事頼む、はい、で何10万円20万円の仕事頼む、はい、だけどお金がないからこの次の仕事のお金が入るで前の仕事の金を払うみたいな言ってみながら、はい、で100万円入ってきたら前の工事の100万円払う、はい、でそれがひどいともう前の前の前の工事払ってるみたいな。でどんどんもうあのババ抜きじゃん。もうそうですね、止まったら終わりじゃん。なんでこうやってコロナで暇みたいな時になったら仕事がない1ヶ月何もないっていう時もあるわけじゃん、はい、その時にもうガチャーンってくるよな。全部今まで溜まってきたものがそう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 、建設業ってそうじゃん、はい、松の翌松だから例えば1日に工事したら、はい、松締めだから、はい、あの例えば足場のバラシが1日だとするじゃん、はい、で企業間ってもうさ結構取引が何回もあるから民間だったらもうその1日付で請求書持ってるけど、はい、松の翌松払いって決めておると1日に刊行したものは例えば今9月だな、はい、9月1日に刊行したものは、はい、9月末日に送るわけよ。松締めで何個仕事したかで、まあ、じゃあ10万円が3個だったら30万円の請求書を送るわけじゃん、はいはい、で次は10月で1ヶ月後に入ってから10月末に入るわけよ、はい、だから9月1日にやった工事って60日後なんよ。お金が入ってくるのが、だからそうやってその60日前のやつじゃないけど、はい、回るわけよ。前借りできるから。だから今月例えばうちが6000万の仕事7000万の仕事ってするとするじゃん、はい、だけど下請けに払ってないじゃん。確かにだから口座には現金が絶対入ってないというかっていうのはさ、俺らがじゃあバーンって明日の仕事止まったら、だから会社の通帳に入ってる金っていうのは下請けのお金でもあるわけじゃん、はい、お客さんから先にもらっとるから、はい、ある程度な。だからそこの歯車がもう急に仕事がなくなっちゃうと、もうみんな金通帳に入ってるもんで、あるものだと思う。ずーっと入ってるじゃん。ずーっと1000万の売り上げがあったら、まあ、究極1ヶ月寝かせたもんね。通帳に1000万は人の金が入ってるわけじゃん。そうです究極な、はい、うん、だからなんか俺金持ちなんじゃねえかって勘違いして使ってもう空っぽになっちゃうわけだよ、はい、通帳が。で仕事がなくなったらもう、ええー、前のやつ払わなかでしょ払わなかでしょって、いやいやちょっと待ってくださいって、最近仕事がないんでって言って、関係ないじゃん、あんたの仕事、俺らのやった分の仕事は金あんたもらっとうでしょって、うん、だけどそれがやっぱ払えんで潰れるっていうのはやっぱそこら中にあるわけよ、うん、お前聞いてなかったの？いや聞いてます、聞いてますちゃんと聞いてます。何どういうこと？建設業界
がもうほとんど事件創業みたいな状態にあるっていうのは全部じゃないの全部とかは多分よっぽど違うと思うんですけど、その中小企業っていうのは、まあ、飲食店もそうやって言うじゃん。飲食店なんか究極の駆け売りじゃん。そうですね、駆け売りじゃなくてもうその場で入るよ。現金商売じゃん、はい、水商売って、はい、まあ、お酒屋でも何も飲み屋でも、はい、だけど先にだってもう当日にもらうだろ全部もうその場でなんで、うん、だけど末締めだろお酒とか全部、はいはい、で翌末に払うとしたら本当に60日とか分ので店出すば出すほど現金が入ってくるっていうんだよな飲み屋は。あ、そうですね、数が多い分で支払いは2ヶ月後1ヶ月半後とかからスタートじゃん、はいはい、だけど入金は2ヶ月ずっとあるじゃん。ありますね。ってことは60日間入金があるので1日10万円売り上げあったら一月で300万円、はい、2ヶ月600万円入ってきて、600万円が入ってきたぐらいの満タンになって初めて支払いが1ヶ月分あるわけだろ、はい、で逆にもうだってまあ、密集で飲むやつもおるけどな飲食店もあるけどな密集でって、はい、まあ、いろいろあると思うけど、はい、まあそんな感じです、はい、まあちょっと大変でしたけど、まあ嫌な話が続いて二階堂上も決算時期だね、やっぱいろいろあるけど、はい、まあ今後またコツコツやっていこうと思います。そうです、ね、100万円な使っちゃった分回収するように、あと赤木堂上マッチング、まあこの話の後にちょっとあれですけど、あの今実際に業者が本当に何百社とトークショーに、あの塗装業者とかじゃなくて自分の家の塗り替えを考えてる人にぜひサイト使って、もう本当にあのマッチングで費用取ってないから、そこのサイト内で、ね、400社500社っていう登録されてるから、まあこういうとこもあるかもしれないよ、人生創業みたいな会社もあると思うけど、うん、まあ業者と、まあ、何社も取って3社4社聞いて本当にいいなと思うところからね、仕事頼めばいいんだからさ、うん、で施工事例とかも載ってると思います。今結構載してるかな、皆さんも載せてできるだけ施工事例とかそういうブログコラムみたいなのを書いてくれてる人を使ってもらった方がいいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。